はい、それでは今回はグローバル化について考えます。グローバル化とは、簡単に短く言うと世界の一体化ということです。英語ではグローバリゼーションなどと言います。グローバリゼーションの元になったグローブという言葉が地球を表しているんですね。地球が一体化していく様子をグローバリゼーションと言います。もう少し具体的に、詳しく、定義をしてみましょう。さあ、グローバル化というのは具体的にはまず、人や物、お金や情報などが国境を越えて活発に移動し、地球規模で政治、経済、文化などの一体化が進む現象とまとめることができます。ちょっと長いですけどね。特に人、物、お金、情報、ね、移動するものはこういうものだってことを覚えておきましょう。ね。じゃあね、まず人について見てみますね。例えば、日本人なのに海外で一生懸命活躍している人物ってみんな知ってますよね。これは有名なメジャーリーグの大谷翔平選手。テレビでよく見ますね。また名前は知らなくても、これは国境なき医師団という、ボランティアで国際的に活躍しているお医者さんの写真です。はい、先頃話題になっているアフガニスタンで医療支援や灌漑設備などを作っていた中村哲さん。この間ね、テロリストに襲われて亡くなってしまいましたが、この人も海外で活躍している日本人です。同じ中村で中村正明さん、この人も海外で活躍しています。どんな活躍をしたかは後で説明しますね。今日本人が海外で活躍していましたが、逆に今皆さんは日本の国内で外国出身の人が仕事をしている姿をよく見かけると思います。私も時々見かけますね。一番よく見かけるのがコンビニの店員さんをやってる人です。この写真はコンビニの店員の様子ではなくて、そのコンビニの店員になるために研修をしている、練習をしている段階です。ね、日本で働くためにこういう研修を積んで、日本で働いているわけですね。はい、それからこれは農業、ね、に従事している外国人の人です。農業というとですね、日本はね、お年寄りがやってる人が多くてね、後継者不足、後継ぎがいなくて困ってるんですね。そういう仕事にも外国の人が積極的に関わってくれています。さあ、これは工場で働いている外国人労働者。これが日本では一番古いですね。もう何十年も前から少しずつ工場で働いている労働者の人が海外からやってきています。ね、はい、それからこうした、その他の、ね、仕事でもですね、日本人と外国人が一緒に仕事を進めているというのは最近よく見られる、ね、様子になってきました。皆さんも就職するとこのように外国の人と協力しながら、仕事を進めることになるのかもしれませんね。さあ、次、物ですよ。さあ、物。この間の教科書にも出てましたけど、タコですね。よく見るとこのタコ、日本のタコではなくて、モーリタニア、アフリカの、西部にある、ね、砂漠とね、あと海岸しかないような国なんですけど、ここから来てます。日本が輸入している、タコの、半分以上、モーリタニア産なんですね。先ほど出てきた、海外で活躍する日本人の一番右側の、中村正明さんという人が若い頃モーリタニアでタコを取る、ね、タコを取って日本に売るとお金になるよ、ね、ということで、モーリタニアはね、中村さんのおかげでとても豊かな国になったんだそうです。ね、はい、そういうことで今でもモーリタニア産のタコが日本でたくさん売られています。日本の、ね、国産のものより安く売られていて、安いタコを手に入れることができる、ね、グローバル化の良いところの一つです。ね、
はい、それからこれは、服を買って単語を見てみると、よく見てくださいね。メイドインタイランドですね。タイで作った、製品であることがわかります。皆さんも着ている服やT シャツだとか、ね、タイフリだとか、いろんなものをチェックしてみましょう、ね、外国で作られたものがあるはずです。これは海外と、ね、物が行き来している、貿易をしているおかげです。さあ、これは消しゴムが2つ出てますね。よく見ましょうね。消しゴムの右側の方に、上はメイドインジャパン、日本産、ね、日本製です。下はベトナム製であると書いてあります。同じ消しゴムなんですけどね、日本で作られているものと海外で作られているものが、こうやって並行して売られている場合もあるんですね。はい、それから今度は、逆に、海外の様子見てみましょうね。これはね、アメリカのニューヨークの写真なんですが、ニューヨークだけれども、この車は、ね、車に詳しい人は知ってるね、 BMW というドイツの車になります。アメリカはドイツの車が、たくさん走ってるようですよ。それからですね、同じニューヨークの写真です。はい、これはタクシーですけど、よく見てくださいね。これよく日本でよく見かける車ですね。これ日本製です、ね。このタクシー会社の車は全部日本製なんだそうです。それからですね、これはアメリカのおまわりさんが乗っているパトカーですが、これもよく見ると一番前に日産のエンブレムが見えますね。これも、日本製なんですね。逆に日本の製品がこうやって海外で、非常によく使われている、ね。はい、人や物がこうやって国境を越えて行き来しています。もちろん物が行き来するってことは、その代金、つまりお金も行き来することになりますから、お金やそれからそれに伴っていろんな情報も国境を越えて行き来していることになると思います。さあ、先ほど車の話題が出たので、ここに車のマークを出していました。これはね、日本の国内で、車を製造しているメーカーです。日本は狭い国ですけどね、これ車のメーカーはね、自動車のメーカー数多いんですよ。で、この車のメーカーが日本の国内で資本主義ですから、競争をして値段を安くしようしたり、性能を良くしたり、それからスタイルを良くしたり、燃費を良くしたりといって競争しています。だけど今グローバル化の時代になったので、日本車が世界中で売れています。ただ日本車だけが頑張っているわけじゃなくて、アメリカの車もフランスの車もドイツの車もみんな頑張っています。なので海外に出ると、この日本の国内での競争とは別に、ね、こんなにたくさんの海外のメーカーと競争しなければならなくなっていますね。はい、競争も熾烈なんですね。トップ争いは、現在は、まあ、日本のトヨタとドイツのフォルクスワーゲンなどがトップ争いをしています。アメリカはちょっと苦戦しているようですね。このように、ね、国をまたいで国際的に、競争が行われています。これを国際競争と言います、ね。非常に激しく競争されています、ね。国際がつく言葉の中で、これ1年生の時教わったと思うんですけど、このように大きな旅客機などをいろいろな国の人が分担して生産するの、なんて言うんでしたっけね。多分 EU のところで勉強したのだと思うんですよね。思い出してみてください、ね。これを国際分業と言います、ね。はい、飛行機が大きいですから、一つの国ではとても、簡単には作れないので、多くの国のメーカーの協力で飛行機が作られてるっていうんですね。はい、大きなものだけじゃなくて小さなものでも、みんなが、ね、全員持ってるんですけど、これはみんなが持ってるタブレットの、裏に書いてある文字なんですけど、ちょっと英語の小さい細かい文字を見てみましょうね。製品 iPad って大きく書いてあります。大きく書いてありますが、下にデザインってことがありますね。Apple Computerという会社がアメリカのカリフォルニアでデザインをした、ね、と上の行に書いてあります。で、下の行にはね、組み立ては中国で行っているというふうに書いてあります、ね。まあ、Apple Computerの製品を調べてみると、この、
タブレットだけじゃなくて iPhone だとかスマホですね、それからコンピューターなんかもアメリカで設計して、部品もやっぱりね、日本のメーカーや韓国のメーカーが製造した部品、台湾のメーカーが製造した部品などを使っていて、それを中国で組み立てるっていう形が多いようです、ね。はい、こうして国際分業にはこういうふうにね、小さな製品でも高度な技術を必要とするものには、このように国際分業の仕組みが取り入れられています。さあ、もう一つのパターンを見てみましょう。日本とオーストラリア、ね、とてもね、貿易が盛んで相性のいい国です、ね。オーストラリア、どんなものを日本に輸出しているかというと、ね、オーストラリア得意なもの、ね、地下資源、ね、石炭や鉄鉱石や牛肉などを日本に輸出。そして日本は得意な自動車や工業製品などをオーストラリアに輸出しています、ね。これは、前に見たコンピューターや、タブレットや、それから飛行機とはちょっとイメージは違いますが、自分の得意なものを輸出して自分の苦手なものを輸入しているというの、これも国際分業の一種です、ね。なので、日本とオーストラリアは得意なものがかぶっていないので、とても相性のいい貿易相手国ということになりますね。はい、こうして見るとグローバル化でいろんなことが盛んになっている様子が分かりますが、ただね、今ね、オーストラリアと日本はいい関係だって言いましたけど、これをずっと続けていくと、お互いに相手に依存するようになっちゃう、ね。自分の国では、できないので相手の国から輸入すればいいねっていうふうに考えになっちゃって、お互い依存するようになっちゃう。で、悪いことも起こるんです。マイナスなこともあるんですね。これよく見るグラフだと思いますが、食料、日本の食料は自給率が低い。これ1年生の時から繰り返し習っています、ね。グラフの上の方にあるお米や野菜以外の、食料はみんな輸入に頼っていて自給率が低い、ね。特に、大豆やトウモロコシや小麦などは自給率が低くて、アメリカやまたは中国などに依存している、ね。こうやって国が相手の国に依存してしまう関係ができてしまうというのも、グローバル化のこの闇の部分、悪い部分なんですね。で、さっきの国際分業のタブレットについてもこんなことが分かってますね。これはちょっとね、タブレットの資料がなかったので、これはスマホの資料なんですけど、アップルコンピューターのスマホのね、資料なんですが、青い部分がアップルコンピューターの儲け、赤いところが材料や、つまり部品、日本だとか韓国の取り分で、組み立ての取り分はすごく少なくなっている、ね。中国で組み立てているのに中国の儲けはすごく少ない、ね。結局はアメリカが一番儲かってるじゃん、ね。グローバル化とかかっこいいこと言ってるけど、やっぱり国境というのは存在していて、どこどこの国は儲かっていて、どこどこの国は儲かっていないっていう、こういう格差が広がってしまうのも、グローバル化のマイナスの闇の部分になると思います。はい、こんな例がありますね。互いに依存してしまう、苦手な産業が育てられない。それから日本の場合は食料の自給率の低下が起こってしまっている。ね、それから、格差が拡大したり、テロリズム、ね、が起こる。テロリズムというのは要するに、外国の人が日本にいっぱい住んでる、またはヨーロッパにもいろんな国の人が住んでるというと、文化だとか宗教で対立が起こって、それがひどくなるとテロに発展してしまう、ね。それがテロリズムにつながるってことですね、はい。それから今コロナウイルスの、新型コロナウイルスが流行っているように、感染症の世界的な流行なんかもこれはグローバル化しているゆえに、流行が広がってしまう。こういうグローバル化のマイナスの側面についてもしっかり覚えておくようにしたいと思います、ね。それでは、今日の勉強はここまでにします。はい、それでは今日はグローバル経済と金融について学びます、ね。初めは復習っぽい内容になりますね。戦争、第二次世界大戦、太平洋戦争が終わった後の日本はですね、貿易に力を入れてきたんですね。
日本は資源がね少ない国ですから、お金を稼ぐにはですね、まず工業を盛んにして、いろんなものが生産できる体制を整えます。そして資源が少ない日本は海外にからねいろんなものを輸入して、そしてですね今度輸出もして、お金を稼ぐってことね。どんなものを輸入するか知ってますよね。例えば鉄鉱石とか石油のような地下資源は日本にはほとんどないですね。まあ、この他に食料も輸入していますよね。ですがこうやってですね、こういう材料を輸入するんです。そしてそれを加工するんですね。自動車を作ったり家電を作ったり、昔はね船なんかも盛んだったね。はい、このようにですねたくさん輸出をしてですね、海外からお金を稼ごうというのが日本のやり方だったんですね。ちょうどみんなが学習した高度経済成長なんていうのはまさにこの時代だったわけです。さあ、原材料を輸入し工業製品を輸出するのを何貿易っていうんでしたっけ。地理で教わったかなと思いますね。加工貿易っていうことですね。実は輸入するときにはお金を払ってます。輸出するときにはお金をもらってます。どっちのお金が多いかというとですね、ただ地面から掘り出したものを買うよりも日本でいろいろ日本の技術で加工したものの方が値段が高くなるんですよ。当たり前ですよね。ダイヤモンドでも石ころみたいに石の中に入ってて全然磨かれてないものよりもこう綺麗に磨くことで、何倍にも価値が上がるわけですよ。それと同じようにただの鉄の塊を欲しがる人はいませんから、自動車や家電や船になって初めて商品としての価値が高まってくるので、これは実は製品を輸出する加工貿易というのは儲かるんですね。儲かるというのは要するに輸入の代金より輸出の代金の方が多くなると、これを貿易黒字で、これが日本の経済成長につながってくるということになります。これをずっと続けていればどんどん日本に外国からお金が流れ込んでいく。だから高度経済成長が起こり、そして日本は経済大国と言われるようになったんですよね。はい、時代はこの時から少しずつ変わってきました。現在の日本というか最近の日本は少し事情が変わってきましたよ。似てるところはあります。相変わらず貿易はしているんですよ、ね。しかしですね、今のキーワードはグローバル化、ね。日本の国内だけで何でもしようとじゃなくて海外に出ていく時代、これは海外の企業も同じです。海外の企業が日本に入ってくる、ね。私が子どもの頃にはなかった、マクドナルドやミスタードーナツがですね日本の中にもあるようにですね、海外の企業も日本に入ってくるし、日本の企業も海外に進出する時代になったんですね。はい、地理で習った中国などに日本の工場が進出していく、習いましたよね。経済特区などに出ていくってことですね。はい、それからですねアメリカにも日本の自動車工場などができていくなんて習ったかなと思います、ね。工場が海外に進出していくということになるよね。そしてですね、ただね、中国や東南アジアのような、発展途上国に工場を移転する場合とアメリカに移転する場合ちょっと目的は違うんだったよね。まずは中国の方は、中国や東南アジアに進出する理由は労働力が安い、ね。昔は日本も労働力が安かったんですが、この頃になると日本人は経済大国になるとですね、みんな高い給料を要求するようになるんで、日本に工場を作るより中国や東南アジアへ進出した方がして、そこの人に給料を払った方が安い賃金で一生懸命働いてもらえるんですよ、ね。だから安い労働力が目標。あとは中国も東南アジアも人口密集地帯ですから、日本で作ったものを輸出するよりも中国で作った日本製品の方が売りやすいし、ね、定着しやすい。だから市場、ね、市場って言葉も習ったね、が目的になります。アメリカの場合は事情が違いますよね。特に1980年代頃は日本の貿易黒字が、さっき出てきた多すぎてですね、アメリカの方が赤字になってくるので、日本車に対する特に自動車に対するバッシングが高まったので、アメリカで現地生産することで貿易摩擦を解消しようとしたんだよね。日本の日産やトヨタやホンダの
会社だけれども、そこでアメリカに工場を建てるということは給料はアメリカ人に支払われる、生産された車もアメリカ製ということになるから、日本のメーカーは、アメリカで車を売り続けることができるし、アメリカ人としてはですね、アメリカの、ね、プライドも守られるし、雇用も守られるということになります。ただ日本国内ではちょっと絵を見れば分かるけど、あの上のね、昔の絵と今の絵ではですね、工場の数が、まあ、大げさですけど減ってますよね。このようにですね、皆さんの就職先としての会社はむしろ減ってしまっている。これを産業の空洞化と呼んでますね。問題点の一つです。はい、それからですね、相変わらず日本は石油や鉄鉱石を輸入していますが、輸出の量はかつてほど多くないんですよね。つまり海外で生産していますから、ね、つまりあのアメリカで生産したものや中国で生産したものは貿易で日本が金を儲けをする貿易黒字にはならないんです。まあ、あの部品とかの面も考えるとなるものもあるんですが、ならない、なりにくいんですね。そうするとですね、かつて日本に海外のお金がどんどん流れ込んできた貿易黒字ではなくて反対、実は、石油がないし食料も足りない日本は大量に輸入して、むしろ輸入の方が多くなる年が最近は多くなってきてしまいました。こんなことが問題になります。さらに、さっきの、ね、マクドナルドやミスタードーナツの話もそうですし、アメリカに進出したトヨタやホンダや日産のこともそうだし、ね、それぞれみんな海外に展開しているのは多国籍企業ですね。大きな企業は世界中に拠点を持っているんですよね。そしてですね、そのおかげでですね、お金もたくさん移動するようになってますね。日本が海外の企業に投資したり、海外の企業が日本に投資したり、投資でお金を出そうですね。で、金儲けをしようとするということで、金融が活発化して、まあ、一面グローバル化っていうのはプラスに捉えられることは多いんだけど、2008年の世界金融危機みたいに、あまり多くのお金が動くために、ミスが起こったときには、それが世界中に波及してしまうような問題点も出ています。それからいろいろなインチキがね、まかり通ってくる。税金の安い国で税金を払って、高い国では払わないみたいなね、そういうようなですね、ことをやってですね、いろいろな企業はお金儲けをしてコストを減らそうとしますから、いろいろアイデアを出すんですが、それがともすると何かちょっとずるいじゃないかとか、インチキじゃないかとか思うようなことも多くなってきたので、これは規制しようという動きも出ているということになりますね。ともあれ、グローバル化の時代で、日本には空洞化や貿易赤字の問題が出てますね。皆さんが今度就職しようとするときには、国内に就職先が少なくて、私の友人なんかでもですね、中国に行ってくれとか海外に行って働いてくれって言われることもあるようですので、そういうことも考えられるということですね。はい、次に進みます。ですね、日本は円というお金を使って、通貨の単位を使っていて、アメリカは例えばドルを使っていますよね。みんなこんなこと聞いたことないですか？1ドル何円、ね、例えば1997年頃1ドル120円ぐらいだったと、ね、それから、1ドル80円なんて時もあったんですよ、ね、それからですね、今最近はこのところね、1ドル113円とか14円とか15円とかそのぐらいの辺で推移しています。実はですね、お金は皆さん習った為替っていうものでですね、お金も取引されてるんですね、国際的にね。今円が欲しいとかドルが欲しいとか、あともう一つは3つ目はユーロですね、ユーロが欲しいとか、または中国の人民元とかですね、有名な、通貨はですね、通貨そのものを取引するっていうのがね、もちろんお金、現金を取引するんじゃなくて為替を取引するんですが、これですね。で、よく円高とか円安とか言うんですよ。で、示すとですね、1ドル120円は今の113円から見ると円安、1ドル80円は円高というふうに考えます。あれ？ね、
120円の方が値段が高いのに安で、80円の方が安いのに高になって、先生これ作り間違えた、間違ったんじゃないですか、なんていうふうに言われちゃいそうですね。ということで実はねこれ分かりにくいんですけど、1ドルいくらって表し方をするのでこうなっちゃうってなっちゃうんですよね。1円何ドルって表せばまた変わってくるんですが、実は世界の通貨を表すのには1ドルいくらって表すね、ドルは基軸通貨、キーカレンシーといってですね、これを元に他のものを考えるという習慣なので、1円何ドルって表し方はね普通しないんですよ。逆で分かりにくいなと思う人もいるし、素直に1ドル何円って時は金額が多い時は安いで、金額が少ない時は高い、円安だって、円高だっていうふうに覚えてしまうのもいいんですが、まあ例えばこんなふうに考えてみましょう。高いではなくて強いね、まあ高いと強い同じだよね、価値が高いんだからね。はい、1ドル、これはアメリカの1ドルですよ、1ドルがあります。そこに日本の円で対抗するということは、場合によっては2011年のように、2011年じゃなくて、すいません、1997年のように120円でこれはねドルと釣り合ってるんですよ。でところが2011年のように80円でドルと釣り合ってる時もあるんですよ。この場合円は上と下どっちが強いですか、ね、少ない金額で、ドルと対抗できるんだから実は下の方が強いんですよ、つまり高いんです、ね、だから、1ドルいくら何円って表す時は、何円の80円の少ない方がこれが円高っていうことになるんですね。そして、120円で多い方は円安、弱いんだなということになります。はい、まあ高い方が強いという考えもできますが、またねいろんな場面があって違う時もあるんですよね。違う時というかまた違う場面もあるんですね。例えばですね、日本で300万円の車をアメリカで買うと、つまり日本はアメリカに自動車を輸出してますが、日本で300万円の車がアメリカでどんなふうに売られてるかちょっと想像してみましょう。みんなアメリカ人になったつもりで考えようね。ね、その時、為替相場は1ドル100円だった。100円だと分かりやすいのでしてみました、ね、そしてアメリカの車、そして日本の車が売られています。これは日本車です。これはねフォードエスケープというねアメリカの車ですね。はい、割り算をするとですね、300万割る100、ね、ですよね。1ドル100円だからと、ドルに直すと3万ドルってことですね。フォードエスケープもだいたい3万ドルで売られてますから値段は同じぐらい。さあアメリカ人の消費者迷いますね。アメリカの車がいいかな、日本車がいいかな、ね、ちょっと決められないな、もうちょっと考えようなんていう感じになると思います。それではですね、1ドル80円の時はどうでしょう。これ円安ですかね、円高ですかね。さっき100よりも80の方が少なくなったからこれは円高になったんですよね。はい、フォードエスケープと日本の車を比べましょう。フォードエスケープは相変わらず3万ドルで売られていますが、これ割り算してみましょうね。300万円を今度80で割るんですよね。何ドルになるかね、3万7500ドルになりました。はい、せっかく日本車が評判がいいのに買いに来たけど高いじゃない、ね、うん、こんなんじゃ買えないよって。だって同じぐらいの性能の車が、3万ドルで売ってるんだからこっちにするわ、ね、っていうふうで、あんまり売れないんですよ。高くなっちゃうんですね、円高の時はね。はい、逆です。120円の時、120円、ね、これは数字が大きくなったからこれは円安なんですよね。フォードの車と日本の車、フォードはアメリカの国内ですから、1ドル何円になろうがアメリカではとにかく3万ドルなんですよ、ね、日本車はどうか、120で割るとです ね2万5千ドルになっちゃうんですね。あ、日本車を見に来たけど安いじゃないって、ね、これにしよう、日本車を買おうっていうふうになってくるんですね。
つまり、さっき弱い強いとか言ったけど、弱いことにも価値があってですね、弱いってことは、安い、ね、安いとですね売れるんですよ、ね、弱いんだか強いんだか分かんなくなってきましたが、弱い方が、他の国の製品と競争する場合は有利なんですよね。安くて売れるんです。こういう時は日本車はうんと売れるんですね。はい、そこで円安は輸出に有利、ね、輸出して他の海外の製品と比べると日本の車は性能の割に安いねってことになって、たくさん売れるってことになります。これが一般的な考え方ですね。ただし今はさっき習ったみたいに日本国内で車をあんまり作ってなくて現地生産してますから、昔ほど円安のメリットはなくなってきてしまっていますね。はい、円安は逆に輸出に有利ってことは輸入には不利です。これね、皆さんが海外旅行に行く場合もさっきの最初の方を見ると1ドル120円、80円、113円、一番いいのは80円持っていけば1ドルに変えてもらえる円高の時の方がいいですね。海外旅行に行くとか海外の品物を買う場合は円高の方がいいんですよね。輸出は円安の方がいいけどね、輸入は円高の方がいいって、ね、ということは石油などを輸入している会社は、ね、円高の時の方がたくさん石油が買えて、いいんですよ、ね、ということで今ね12月なんですけど、11月石油が随分ガソリンが高い時が、まあ、今でもまあ多少高いですけども、もっと高い時期がありましたね。あの時はね、1ドルが115円とかになってたんですね。そういう時はやっぱりですね、円が安くなるとですね、石油の価格が上がってしまいます、ね、なのでこの為替相場とか為替レートなどと言いますよね、そういうものでいろいろね、経済に影響があるということで、まあ、テレビなどでニュースなどで今日は1ドル何円ですよって最後の方で大抵言ってますので、それを聞いて、あ、今日は円が高いな安いな、ね、貿易は損かなとか、ね、得かなとか、あ、貿易ってね、輸入や輸出はどうかななんていうふうに考える癖をつけるといいかもしれません。はい、今日はこれで学習を終わりにしたいと思います。